側転、そのまま前回り受け身で、後ろ受け身を続けてやってください。お願いします。DDT でも、新人テストで必ずやっている一芸審査というものがあるんですけども、その一芸審査をそれぞれやっていただきます。始めます。電車が好きなんですけど、それの山手線の歌をとりあえず東京から新宿まで歌いたいと思います。東京神田秋葉原大勝町上野ブスダに日暮里西日暮里田端駒込巣鴨大塚池袋明治の高野馬場新大久保新宿です。以上です。パッて思いついたのをやったんですけど、山手線一周全部言えばよかったなって思います。ちょっと長いかなって思って新宿までにしたんですけど。お母さんが好きなので、お母さんの好きなところを3分間言い続けます。スタート。顔が可愛い、身長がちっちゃい。5秒経過。寝るのが早い。あと、ご飯をいつも作ってくれる。お弁当は白米が嫌いなのでいつもふりかけをかけてくれる。あ、今日も可愛いねって言ってくれました。はい、あと10秒。最後あ、今日見送ってくれた。はい、3分。ありがとうございました。いや、でもなんか来る気はしてたんですよ。いざ言われると頭真っ白になっちゃって何していいか分かんなかったです。イエーイ、空前絶後のプロレスラーになれそうなアイドルになりたかった女、プロレスラーになるために1時間かけて自宅からここに来ました。イエーイ、ジャスティス、よろしくお願いします。なんか半分記憶ないんですけど、まあ、とりあえずなんかタラタラした空気にならなかったからいいかなって思ってます。最後の質問なんですけども、プロレスで伝えたいことをリング上で大声で伝えてください。今みゆちゃんがプロレスの中で一番アイドルが好きって声がちっちゃい言ってたんですけど、このアイドルの良さをプロレスを通して伝えたいのでよろしくお願いします。一度私は東京女子を受けたんですけど、夢が叶わない結果で終わってしまったので、次こそは絶対に夢を叶えたいです。私は愛のあるプロレスをやりたいです。私は体型を気にする女性とかムキムキになってしまったって思っていらっしゃる女性を、もっと東京オリンピックもあるのでスポーツにみんなが関心を持てるような、プロレスラーになって、それでもっとプロレスを世界、日本に広めて世界と宇宙に広めまくりたいと思います。そしていつかベルトを目指します。よろしくお願いします。審査の結果の方が出ましたので発表今いたします。はい、第1回、東京女子プロレス、プロテストの審査結果を発表させていただきます。アップアップガールズ過去、プロレス、全員合格です。はい、細かいこと言うと課題はいろいろあります。その逆に、いいところもやっぱりあったんで、まあ、いい部分を伸ばしていって1月4日の、デビュー戦に向けて頑張っていただこうと、いうことになりました。いつも使っている道場で
やるのだけでもこんなに緊張するんだって思って、なので1月4日はもっと緊張よりやってきたことを出せるっていう自信がつくまで、あと1ヶ月、ちょうど1ヶ月全力で頑張りたいと思います。私すごいなんかこの練習に参加させていただくようになってからプロレスってすごく楽しいなって思えるようになって、なんか今日すごくその合格っていただいてから、あのさらにプロレスがなんかもっとやるぞっていう気持ちで思いました。無事合格できて、でここが合格がゴールじゃなくて、これから 1.4 に向けて、その先に向けて、どんどん強くなっていきたいと思います。リングの上で戦うっていうことが私のゴールではないので、いろいろ描いてきた夢を一つずつ叶えられたらなって思いました。ありがとうございました。